こんにちは2020年の7月の4日、菊池萌音ちゃん、モアメタル、ベビーメタルのですね天使ですよ。お誕生日、21歳の誕生日を迎えたということで、今日は初めてですね、ベビーメタル1人単体ということになります。菊池萌音ちゃんの特集、誕生日おめでとう動画、おめでとうございますということで。 おおりりしてていいきたいと思っまますす国チャンネルルは、まあ、アイドルロック様々ですねもう最近はいろんな実験も繰り返してライブ中継もやってますけどもまあ様々歴史そして出来事を様々ですよねそこに織り込みながら音楽とアイドルとポップカルチャーみたいなところの話えっ、ー、と断続的にやっておりますので是非お付き合いいただければと思いますでは早速お話ししていきましょうか本日も3つのテーマに分けております まあこの3つのテーマ、非常にモアちゃんにスポットを当てていますが、国をチャンネルらしくある程度ルーツであったり、そしてハロプロに例えるなんていうシーンもー本人の中の発言なんか、あ気持ち、趣味なんかへ入れ込みながらお届けしていきます。ではご紹介していきましょう。まず最初は活動初期に垣間見えた影響、これに際してお話ししていきたいと思います。そして2つ目。 声の魅力ダンスの特徴このような形というのを、えっと、僕なりの視点で、えー、説明していこうと思っておりますそして3つ目ハロプロプの歴史から、えー、と3組。これどういうふうに3組にしたかと申しますとやっぱりユイモアみたいな形で、えー、と2組、まあ、片方のねイちゃんの方は今活動というところが一緒にやっていないというような状況でありますけれども。 まあこの辺の思い入れも強い方々もいるだろうということなので、えー、これもハロプロからですけども結モワに例えられるような2人そして現在ハロー聞こうと思った場合どんな子たちを聞いてみると、まあ、この路線の中にいるかななんていうところを解説しながら進めていきたいと思っておりますじゃあ行っちゃいましょうねえー、っと活動最初期に <laughs> 言えねえなおい活動最初期に見えた影響というところでございますもうねここ そんなに難しくなくて、えー、ハローで例えるところで言うと「くすみこはる」「きられぼ」「月島きらり」ですね。でこの影響は僕見ている感じだと限定的だと思うんですよ。でこれ限定的どういうところかというと頬や口の角度そして表情の低地というのがあると思うんですね。でここに関してはある程度影響を受けてるって言うこともできるんですけど アイドル全般に大きな括りの中で言えるような一つの方だったりすると思うんでまあこれを月島キラリくすみこ小るの影響かなっていうのはちょっと言い過ぎなところがあるなっというふうには思いますまあ本人も小学校低学年の時とかの影響で見ていてということでしょうからねまあそういうふうな考え方でいいのかなという感じですでもう一人これね重要だなと思ってるのはやっぱ鈴木愛理ですね ここちょっといろんなシーンで曲聴き直してみたり表情わかるものとか見てみたんですけどヒントがいくつかあって絞ってみた回答というのをお届けしたいと思います。まあ、一番いいのは、まあ「差額の2015年ぐらいまで」というシーンでキュートでいう2010年手前ぐらいまでというところですか、まあ、この辺で話すと話しやすいかなと思ってましてまあ「美少女日記と」と「失礼しました」「美少女心理」という。 えと曲を上げたいいと思います美少女ある松浦やなんちょっと間違えちゃった美少女心理これはキュートのセカンドシングルで「巡る恋の季節」っていう曲のカップリングウィズですねおそらくモアちゃんもこれはリアルタイムで聴いてると思うんですよでこの曲が分かりやすいと思った理由は鈴木愛理の声質というところを振り返ってみましょう彼女自身が あの少し滑舌が悪いというのはあるんですけど歌を歌う時っていうのは思いっきり太く抜ける声というのが今、えー、2020年でではあるんですねただ活動最初期どうだったかというと、まあ、ハロプロ歌唱なんていう言い方がまだあった時代がキュートの活動最初期だったというふうに思ってもそんなに間違いじゃないんですよ。その中でちょっと猫撫で声のようふうに思ってもそんな持っていを引っいり出すよ。うなところ で、ここの挑戦だったような気がしてるんですね。で、モアちゃんではどんな感じだったかというと、差額の時代はこれに近いようなことがあるっちゃああるんですよ。いくつかのところで、その見えるところがある。まあ、なので、この同時にこのまま声の魅力ダンスの特徴という2つ目のセクションに入りたいと思うんですけども、まずだから声の魅力ですね。ここなんですけど、モアちゃんの特徴って喉から鼻の距離を。 喉から鼻の距離ですねここを楽器に変えてるような鳴らし方というのが僕特徴的だなと思いましたでこれどういうことかというとここって愛理の場合とかだとちょっと口の中で何て言うんですかね転がされてしまったり猫なで声とさっき言ったみたいなところがありまあ少しなんていうんですか楽器感というところからまだちょっと遠いんですよ。でちゃんんとと実力とか片鱗はあるんですけど 必ずここを押せばここを鳴らせば同じ音が出るというところとは少し違うんじゃないのかというのが例えば同じ曲を聴いている時に思う特に「美少女心理」なんていう曲は愛理のフューチャーのポイントが多い曲なんですね。なのでそういうふうに思ったわけです。ただモアちゃんの方は戻してみるとこの口の中のここの距離で濁らないしこねない印象なんですよね。 でこの距離の中で濁れないしこ,こねないとなればある程度楽器としてスタンダードの音がいちいち出せるっていうようなイメージになるのかなと思いますまあ僕結構これは <laughs> 聞き込んでみて僕的にもーちゃんの声の特徴っていうふうにするとここをこういう答えにたどり着くのかなと思いました、えー、ともう一度おさらいしましょう声は喉から鼻の距離を楽器にしている声で 口の中で濁らないしこねない、こういう印象ですね。これがまあ彼女の声というふうに思いますで。次はダンスの特徴いってみましょう。ダンスの特徴です、えっとね。アイドルっぽくチャキチャキしてた印象なんですよ。僕、このベビメタの話、ユイモアの話するとき必ずお話ちゃんとしとくようにしてるんですけど、だいたい2015年ぐらいまでというのは結構、このアルバム出るアルバムじゃないシングル出る頃までですよね。 なのでこの頃まではしっかりつどつど聞いてつどつど見てたんですよ。不敬参観的なところも行ってますしね。でそこの印象というのはどうしても強いんで、えー、とそこで語る感じだったんですけどこの「鞘師里帆ちゃん」関連一連のところ僕動画を結構上げさせてもらってるんですね5月の1日から。まあ見てくれたらねい,い嬉しいですけど。でそこで 改めてコメント書いていただいた皆さんとかのご紹介もあったり「まあ、国を今ここ聞かないとベイメタ見失うよ」みたいな温かく本当にプロのような皆さんというのに恵まれているおかげでですけど、まあ、そういうような、うんうん、形で映像を見直しました、まあ、先日の YouTube ライブも拝見したあそんなタイミングですから、まあ、僕としてはかなり鮮明に最近のものも印象に残ってるなというふうに思いますまあちょっと前置き長くなりましたけど何を言いたいかというと ここのダンスの特徴もともとは僕アイドルっぽくチャキチャキしてた印象なんだけど最近は結構滑らかで女性的だなっていうような感覚にちょっとだいぶ変わりましたねまあここどういうところが一番顕著に見える国はそれ意味どういどうとこなんだよって言われると思いますここは僕ね鞘師里帆ちゃんとの踊ってるシーンとかでもいくつかの今年上がってる YouTube のものを送っていただいたのを見ました。 その中で思ったのはね曲中にね間を作ることができてるんですよ。でダンスで間って僕超重要だと思ってて、まあ、チャキチャキ可愛いいリズムにガンガン合ってくこれも初期のベビーメーターの特徴としては間違いじゃないと思いますしそうするべきだった時期というのはあったと思います。だけどね最近は年齢やっぱ二十歳超えてっていうのはあるんですかね 本当に女性的に滑らかで間を使って止まるというところで見せるというテクニックはもう画期的についていてある種も別の子みたたいいいにに、ね、年ぐらい見逃ししてるとダメですよねそういう,ふうに思えました、まあ、もちろん彼女なりの可愛さとか,何ですか性格から出てくるポイントポイントのところというのは昔見ていた萌ちゃんっていうのは全然飛び出すんですけど、まあ、僕最近のところではこの繰り返しますね。 なめらかで女性的で曲中に間を作ることができそれを使いこなし始めてるこういった印象ですまあこれがちょっと僕が最近見ている中で、えー、思ったもあちゃんの声の魅力とダンスの特徴でしたいやそれでは最後です3つ目のコーナーいきましょうハロプロの歴史からねハロプロを最初期ベビーメーターもカバーしていたなんていうところでゆかりは深いんじゃないかと思っております まあ、ゆかりが深い理由もう一つ言えば当然アベンジャーで鞘師梨央ちゃんが参加していたというのもありますし現在のアップフロントハロプロの中ではあ広本も含めまあ広本は研修生ですけどもダンバラルルまあダンバラルル鞘師梨央というところは大きいでしょうねまあアクターズスクール広島からハロプロに入ったというところもあり、まあ、何かしら比較したりつな、えー、がりがある形で語れるんじゃないかと思っております。 まあこれもちょっと前置き長くなりましたけど、では、ハロプロの歴史からの3組、これは、ユイモア的に見ていた人用におすすめということになります。まず最初、1つ目です。先ほども申し上げましたけど、鈴木愛理の影響というところを外さないで見た方が見やすいと思うので、僕選んだのは、キュートのこれ、矢島真マと一緒に歌っていた、えー、鈴木愛理、矢島ママイのイメージカラーという曲、これをちょっと見てもらいたい、聞いて,みてもらいたいなと思いました。まあ、ここは、 あこの動画のお話のところの最初の方にもお話ししましたけど比較的昔の初期初期までいかないですけどキュートが出ていた時期ってハローってハローっっっぽいいいいももののから新しいものに変えててこうううよよな時期だったんですよでキュートって途中からある種2011年ぐらいから k p o p っぽくなったりとかもしたりしてキャラチェンジ大人のお姉さん方面の女性になるんですね。 でその前の段階のキュートの代表曲でとっても、まあ、代表曲でもないんですけど僕からしたら代表に言ってもいいぐらい特徴的なかわいい曲ということですね。でこのイメージカラーなんていうのは僕佐学時代の「モ、う、ア、ん、ちゃん」でも歌って全然ハマるなって可愛いだろうなっていうふうにあのイメージが浮かんだということでこれ聴いといてほしいなと思いましたこれはハローの歴史をここから説明する上で1個聴いといてほしいという上でのスタート地点と考えてください。 それでじゃあ2曲目いきましょう「えー、とロボキッス」という曲があるんですけどこれ W という辻籠の曲なんですねですけども今日おすすめしたいのは辻籠の曲ではなくて「マードゥ」これマードゥってどういうことかというと佐藤正樹ねご存知かモーニング娘。のメンバーですで工藤遥か、まあ、これ一時期、えー、17という時期までモーニング娘。にいたんですけども17というのは千2017年ですね 現在はもう女優として、ね、ルパパトなんていうね戦隊ものにも出ておりまして、まあ、僕女優として成功してる子だと思っております。ね、その2人が人気な,あのなんていうか2ペアだったんですよ。これもユーモア的に言えるんじゃないかなと思っててで特に「ロボキス」という曲をこの2人が歌う時の可愛らしさというのがある種 初期まあ僕が見ていた2015年ぐらいまでのユイモアと重ねられるところあるんじゃないかなと思って、まあ、ハロプロの歴史をつなぐ上で、えー、矢島愛理そしてマードゥみたいなところまあこれおすすめなんじゃないかなと思いましたさあそしてここが最後重要なところでございますえっ、ー、と3組目ですねじゃこれで今のハロプロそして リミテーターを聴いてる人でもちょっとハロー面白いんじゃないかってなれるような子になると思いお勧めしたいと思っております。えっとね湯波みみこれ湯波みみとは何なのか何なのかというと山崎ユハネそして岡村みなみというこのお二人がいましてまあハロプロ研修生から上がりまして現在ビヨーンズというグループでもう中核を合う二人だと思っていただいて間違いないです。 雨の森川海なんていう五人組の選抜の中にもこの二人は入っています。で、この二人何がおすすめかというと、ユハネの表情、変顔系な様々あるんですけど、ここねモアちゃんと僕いくつか被るとこあるんですね。で、顔形状ルックス自体は僕もこれあの山崎ユハネ、岡村みなみで松浦やどうたとえた動画というのを結構最近撮ってるんで、まあその辺見ていただいたら嬉しいんですけど。 形状松浦なんですよだけど松浦綾はそんなことしなかったっていうち,ょちゃんと自分のキャラとかを壊しながら壊さないところのレンチが広いっつうんですかねそういうところあってここれもあちゃんとかぶるととるるな,な思いました特に萌ちゃんはバラエティ的な素質もあるし、えー、その分なんか女の子としての真剣にやった時の表情とかも含めての女の子としての連中がとても広かった今は女性としてのところもあるんで。 まあ21歳のモアちゃんなんなか見るとときにお思う節があります、まあユハネとかミーミーの場合も10代の後半いわゆる1718というところのタイミングになりますけど、まあ、彼女たち見てもらえるとこのハローとベビーメータとまあ引いて言えば差額とあなんて言うんですかアクターズスクールとさまざまな広がりというところから一個焦点絞れるような話になるんじゃないかなと思いまして「えっと、ユハミーミーなんていうのはお勧めしたいと思いました。 これ残念なんですけど2人でまだ代表的な曲というのも発表はされていないようなタイミングなのでコンサートでもあんまり2人でというのはね出ていないようなタイミングなのでぜひ今から見るにはいいんじゃないかなと思っていますさあじゃあそんなような感じでしたじゃあ最後に、えー、モアちゃんモアメタルねどんなような形の21歳になってくれたら嬉しいなみたいな国語的な勝手な観点これを入れてこの動画を締めたいと思っております まあ誕生日ということでまあ今年2020年というのはお祝いをするにもなんか行動活動するにも非常にやりにくいまあただし特別な年というふうな言い方をすればそういうふうに言える思い出に残る年という言い方になる、うん、そっちの方がなんか綺麗いっていうか幸せになれるんじゃねえのみたいなハッピーな方面ですねかなと思っている年だと思います、まあ、ですけども本人の活動を見たいというのはみんなも皆さんも一緒でしょうし まあ先日のまさに YouTube ライブもそうですけど本当に世界中からあ注目もされねえ皆さんがどんな形でもどんな言語でも盛り上がっているというのはもう僕の YouTube チャンネルの中でも確認させていただいてますなのでこの人気なと何よりもねえアベンジャーのままいくのかどうかというベイメータの動向というところそれも含めてなんですけどまあ新しい情報もチラチラほら入ってきてますけど 非常に僕にとってもそうですし皆さんとも一緒に楽しむべての注目度の高い2020年なんじゃないかと思っていますのでまず健康管理ばっちりやっていただいてね体力もいるでしょうからこの時期というのがプラスになるんだぜっていうような女の子女性そんな姿を見たいなと思いまして今日はお祝いの言葉に付け加えさせていただきましたさあじゃあ国のチャンネルそんな感じですチャンネル登録もし可能な感じがありましたらまあさまざまこれも出会いできっかけですから一緒にこんな話も続けていきましょう じゃあ21歳おめでとうモアちゃん。また皆さんと一緒にお話しできるときを楽しみにしています。良い一日を、またね。